お疲れ様です。まあフェラーリ1台に乗れない人生どうなのかなって、確かにね、確かに現実は現実としてあるんですけども、でもやりたいと思ったことができないまま人生を終えるって、これ本当に悔しいですよね。もしくはこんなことやりたくないと思ってるのにそれをやらざるを得ない人生が自分に訪れて、それで終わっていくっていうね、もう辛いですよね。だから人生って自分のものであることが大前提のはずなのに、誰かに乗っ取られてる部分があるとか、その割合にもよりますけども、まあ少しはね、誰かに乗っ取られてる部分があるけども、制度とか常識とかに、でも大筋は自分のもんだよねっていうふうになってはいきたいよね。それがだからフェラーリ1台のことでしょ。3000万とか4000万あればとりあえず乗れるわけじゃないですか。それがたとえ1日でもね、1週間、たった1週間であっても、そういう人生や現実が自分のもとに来るっていう。私はだからナイト2000乗ってますけども、それがねいつ終わるか分かんないけど、とりあえず私の人生の中にはナイト2000はもうあったんですよ。で今車検出しててね、今度帰ってくるのは3月ぐらいらしいんですけども、まだもう1周は全然できるなと。車検1週間はね、でもその先はもう分かんないです。もう興味も失せていくし、あとは現実、まあ、キャッシュも欲しいなって思うかもしれないですよね。うん、まあ、結局どんどんこう流れ出るように金が出ていくのと、まあ十分楽しいんだなってところですね。動画を撮るモチベーションも最近はないですしね。そればかりか今はセルシオの方がまだ全然普段乗りできるし、ナイト2000なんて普段乗りにできないですからね。本当に行って30分ぐらいで帰ってこないと怖くてもね、遠くまで行けないし、うん、そういうところもありますからね。R34 も同じような感じで普段乗りしてる人珍しいみたいなところがあると思います。うん、あ、ちなみにお金の稼ぎ方なんですけども、これね、コミュニケーション障害で喋れもしない、会話もできない、 YouTube できない、 IT をほとんど使えないっていう人が稼いでる例があるんですよ、今現在進行形で。これね、近々やりますんでよろしくお願いします。それでは。